ゴルフはは手軽に始めらられなないいいスポーツだと思っている人は少なからずいます例えば道具にお金がかかりそう車を持っていないしなどいろいろと考えてしまい始めの一歩が踏み出せない人もいるかもしれませんこれからゴルフを始めるかどうか悩んでいる人に魅力を伝えるとしたらどのようなものが挙げられるのでしょうか 現役のシニアツアープロでゴルフスクールも経営している梶川武志プロは次のように話します。ゴルフはそこまで激しく動くスポーツではないので、年配の方も楽しめる障害スポーツであることが魅力の一つだと思います。実際に定年退職後、健康のためにゴルフを始めようと私のスクールに入ってくる人も多くいます。ゴルフ場には若い人も増えていますが、 70歳以上の人もたくさんいますこれだけ年齢層の広いスポーツはかなり限られているのではないでしょうか。つまりゴルフを始めると生涯の趣味にできるのです。またゴルフはカートを使わず徒歩で移動するとお,およそ10キロ近くは歩きます。カートに乗ったとしても、ボールまでの移動などで相当の距離を歩いています。さらにウォーキングのようにただ歩くのではなく、 ショットやパットなど様々な動きが含まれますし、ボールまで駆け足で移動することもあります。結果的にかなりの運動になっているので、健康にも良い影響を与えます。何かに追われることなく、自分のペースで上達できる。他にもカジカプロは、新たな出会いの場となることもゴルフの魅力だと話します。大人になると、どうしても新たな交友関係を築くのが難しくなりますが、 ゴルフををしていることで新規の仲間を作りりやすすくなります同じ趣味を持った人間同士が朝から夕方まで一緒にいるわけですから打ち解けるのにもそれほど苦労しません。またゴルフは自分自身で目標を作りやすいのでマイペースに進められるスポーツでもあります。例えば100キリを目標にすると対戦相手がいるわけではありませんし。 チームスポーツでもないので、自分に合った目標設定で練習していくことができます。そして、同じ100キリを目標にしている仲間がいれば競争心が生まれ、練習を頑張る意欲も湧きやすいです。私のスクールでもこのように競争している生徒はたくさんいます。さらに、ビギナーにとってゴルフは上達を実感しやすいスポーツです。もちろん練習は必要ですが、 スコアがどんどん良くなっていくと高い満足感と次回への挑戦意識が高まります。また、ゴルフウェアでファッションを楽しむことも魅力であると話します。特に女性にとってはゴルフウェアのファッションも楽しみの一つだそうです。普段は着れないような派手な服装でも、ゴルフ場では違和感なく着飾れるのが嬉しい、と言っているのをよく耳にします。 一昔前に比べてゴルフウェアの種類や色は格段に増えていますし、ブランドも増えているので、楽しみ方の幅も広がっていると思います。実際、ラウンドを回れるようになるには、ある程度練習をする必要がありますが、昨今ではインドアの練習場なども充実してきているので、まずは一度打ちっぱなしでゴルフを経験してみるのがおすすめです。ゴルフを始めるかどうか悩んでいる知人がいる場合は、 ぜひ、情術の楽しみ方を伝授してみてはいかがでしょうか